はい、うまい棒ですけども、なんか値上げが決まったみたいですね。従来うまい棒って私の幼い頃から1本10円だったんですよ。で、途中ね、うまい棒のサイズがちょっとだけちっちゃくなって価格調整、いわゆるステルス値上げされたの、多くの方お気づきでないと思うんですけど、私も気づきませんでした。というのが、子どもの頃はこのうまい棒が大きく見えたのは、自分の体も小さいし、体感がね、やっぱこう比較すると大きく見えるわけですよ。で、自分の成長とともに、うまい棒ってこんなちっちゃかったんだみたいな感じになってくのは仕方がないことだと思うんですけども、実際に小さくなったみたいですね。このうまい棒、春から1本10円から12円になるそうですよね。まあでも、よく値上げせずに頑張ってきましたよね。私も今回ね、うまい棒セットで買ったんですよ。10本で198円。ちょっとおかしいですね。でもね、10本で198円ってちょっと割高ですね。まあいいとして、なんかね、プレミアムうまい棒ってのもあるみたいなんですよ。これ1本いくらだったか忘れましたけども、20円くらいじゃないですかね。まあでもいいですよね。うまい棒にしてもチロルチョコにしても、幼い頃からのロングセラーを今でもこうやってね、楽しむことができるということで、当時のようにバクバク美味しく食べるってわけにいかないですけども、でもこういうふうにね、身の回りに置いとくと、なんとなく子供心が戻ってきたというかね。駄菓子屋に行っても今ね、ガサガサ買っても1000円にならないわけですよ。で、買ってきたからといって食べるわけでもなく、本当にね、置いとくだけで結構邪魔になるんですけども、あの頃憧れたものってのは今どういうふうに映るんでしょうね。うまい棒12円、春からです。ありがとうございます。